結晶のようになって砕けて消えた。この武器すごい。かっこいい。ねえ、敵を知っているということは、この世界のことも知っているんじゃないの？そうだよ。目覚めたらここにいたんだよ。どういうことだよ、ユッキー。そりゃ私だって同じだ。考えられるとしたら、軍の抜き打ち的な訓練ぐらいだ。軍？あなたたち、軍に所属してあんなのと戦っているの？でも、こうして軍以外の人間と共存するってのは、どうにも理解できねえ。何の訓練なんだ？訓練なんかじゃないわ。なんでそう言い切れる？少なくとも私は、神に復讐するためだけに存在するからよ。神？相当理不尽な目にあったんだそうだ。それは、キャンサーのせいとかじゃなく、あるいはキャンサーの襲来を宗教的に捉えてるのか？キャンサーなんて知らないわよ。今ここで初めて戦ったわ。まあとりあえず先に進んでみよう。他に誰かがいるかもしれない。またかっこいい武器を呼び出して戦っていいの？もちろん。そうしてもらわなくちゃ先には進めないだろうからな。この音は斬撃音。誰かが戦ってるに違いない。急ごう。お玉さんたちが戦ってくれてる。加勢しよう。ああ。私も。私は戦う。あんな人生受け入れられないから。バードスキル、サモンセラフ。助かりました。みんなは今までどうしてたの？目覚めたらこんなところにいて。悲鳴が聞こえて駆けつけてみたら、この子がいたの。そうしたらキャンサーが襲ってきまして。入江さんを守るようにして戦っていたの。サイキックのバリアのおかげで無傷や。そんな便利な力ねえだろ。なんなんですかここは。生きた心地がしませんでした。もともと死んでますが、早く帰りたいです。そう簡単にはいかなさそう。敵もうようよいるみたいだし。追い払ったことだし、それぞれ自己紹介をしない？それもそうね。私は中村ゆり。以上ね。あんたのことはユリッペと呼ばせてもらうぜ。なんで初対面でその相性をクリティカルに選んでくるのよ。あとの二人は、ミユキチとカナディ。シオリンに呼ばれてたのと同じなので、違和感ありません。私はカバディみたいで可愛らしいわ。カバディに可愛らしいイメージなんてみじんもないだろ。ねえ、9人おっても誰もこの場所のことは分からんちゅんか？いいえ、ここまで来てようやく分かったわ。ギルドに至る地下通路よ。ギルドって？例えば、この私の銃や銃弾、そういうのを秘密裏に製造していた工場。このご時世そんなもの作ってどうすんだよ。神と、そしてこいつ、天使と戦うのよ。違うと言っているのに。まるで別世界の話のようだな。それこそ神のいたずらかもね。神の存在を信じているの？そうらしい。謎の武器に別の世界から来たような女性兵たち、きっと私たちをもてあそんでいるのよ。二つの世界をつなげて。それぐらいじゃないと説明つかないじゃない？何ですかその奇怪なお話。ただでさえこっちはキャンサーと戦って大変だってのに、何に巻き込まれたってんだよ。恨むなら神か、この天使にして。こんな可愛らしい子は恨めないな。かっこいいと言ってほしいわ。そうか。私は陽動部隊なので、あんなのと戦えないんですが。大丈夫、ミユキチもセラフ呼べば戦えるから。これ
入江さんも持ってるでしょ。あれ、はい、何ですか、機械。それを持って中に書かれたセラフィムコードってのを口にしてみて。移り変わらぬ気持ち。え、何？ごついのが現れたんですが。盾タイプのセラフだ。これでどう戦えと。それでぶん殴りゃいい。さっき襲ってきた敵はその武器でなら倒せるらしいの。私も戦わなきゃいけないんですか。ただのドラム担当だったんですが。安心しな、うちのヨッキーもドラム担当なのに戦ってるから、やればできるできる。もともと叩いてたみたいに言うな。兵士の方が本分だわ。へえ、あなたたちも音楽をやるのね。ここを抜け出せたら聞かせてやるよ。